はい、さんこんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、反動の大きさってどれくらいということで、まあこれまたね、なんとも言えない話だなぁとはなるんですが、じゃあ全く数値化できないのかっていうと、まあ別にそうでもないので、まあ今回はね、いろんな銃の反動っていうものがどれくらいあるのか、それをね、この動画で見ていきたいなというふうに思います。で、まずですね、その本題に入る前に、じゃあなんでなんとも言えないかっていうと、まあその銃の反動っていうものが結構複雑な要素によって決まってくるからっていう、まあそういう話で、まあじゃあどんな要素があるかっていうと、まあまず一番大きい要素として言えるのが、まあ使用する弾薬ですね。まあほとんど、まあざっくり言えばこれだけとも言えますが、使用する弾薬で、まあその使う弾の、その弾頭重量と発射薬の量、あとは、まあ、弾の初速とか、まあ弾の初速っつってもね、重心の長さによって変わりますし、その重心の長さが変われば銃のね、銃自体の重量とかも変わりますが、銃自体の重量とかによっても反動変わるし、火薬の燃焼速度なんかにも左右されるし、あとはね、まあここら辺はまあ比較的計算しやすい、計算で使う情報だからいいんですが、まあ、他にも計算しにくい部分だと、リコイルパッドの性能とかですね。リコイルパッドが現代のね、そのゴムとかの、まあ、反動を吸収する性能が高いようなリコイルパッドとかね、ストックなのか、それとも昔の古い銃みたいに鉄の板なのかとか、あとはマズルブレーキの性能とかね、まあ、そこら辺なんかにもね、影響されますし、あとはメカ的な部分ですね。まあ、そのセミオートのね、銃みたいに、撃った後にそのボルトとかがね、後退する銃、そのボルトとかスライドがガシャー後ろに下がってくる銃と、まあ、ボルトアクションの銃とか、ポンプアクションの銃みたいに、銃をバーンと撃っても、別に人がね、ガチャガチャ動かさなければ、自動的にそのパーツがね、銃のパーツが後ろに下がってきたりはしない銃では、まあ、これもまたですね、まあ、同じ弾薬を使っていてもリコイルの減り方というか、まあ、伝わり方が違うよっていう、まあ、そういうことですね。まあ、物理的に言えば力積が違うって感じですかね。要はどれぐらいの時間かけてどれぐらいのパワーがどう伝わるかっていうのが違うって、まあ、そういうことで、まあ、なんとなく言えば、まあ、大体ね、そのセミオートの銃の方が、まあ、ソフトに感じるっていう風に、まあ、表現されることが多い、まあ、そういう感じになりますし、まあ、要はあれですよね。パーツが後ろに下がってる分、その時間差みたいなのが生まれて、まあ、長い時間かけて反動が伝わるみたいな、まあ、そういうニュアンスだと思うんですが、まあ、そうやってね、いろいろ、まあ、メカとかにも余裕し、まあ、そういう物理的なね、メカ的な話だけじゃなくて、まあ、ストックの角度とかによってもね、反動がどう伝わるかも変わります。まあ、要は、ストックの角度なんて別に計算上の反動に何にも関係ないんですが、ストックの角度によって人間が構えて撃つから、ストックの角度が、どのようになってるかによって人間にどう伝わるかが変わるから、どういう風に銃が動くかが変わるっていう、まあそういうことなので、まあそこもね、現実世界では結構重要ですが、計算できないってなりますし、まあそんな感じでね、まあ何はともあれその物理的な反動自体をね、完全に計算するっていうのは、まあなかなか難しいですし、さらにそれを、まあ人間が実際どう感じるかっていうのはもっと数値化できないしっていう、まあそんな感じなので、まあ困ったねとはなりますが、前置きも長くなってきたので、まあそろそろね、オチを言うと、まあ反動エネルギーといってですね、まあ結構ね、ごちゃごちゃした式を使って、まあある程度ね、反動っていうものはまあ数値化できる、まあ導き出せるので、まあそれを使ってね、今回銃の反動っていうものを数値化しようというかね、まあそのデータを見ていこうというふうに思います。で、まあ、ちなみに今回のね、データの出典は NRA 監修の銃の基礎知識という本なので、まあぜひね、興味がある方はぜひお買い上げいただければなというふうに思います。で、それはさておき、あとですね、まあ、そのデータで見ていくので、まあ皆さんのね、ご自宅にある家とか、ね、家にある、あの銃とね、弾で、自分家のね、銃と弾で、まあもう一回計算し直してみたら、よくよく計算したら、まあその数値じゃなかったとか起きるかもしれませんが、そんなこと言われてもね、データはデータだからな、あくまで基準値みたいなもんだよ、みたいな、まあそんな感じなんで、まあ何をともあれね、銃というか、その弾のね、反動エネルギーを見ていきましょう。で、まずですね、最初に今回見ていくのは、前置き本当に長くなってね、申し訳ないんですが、最初に見るのは、22口径ロングライフルの 0.8 フィートボンドですね、単位はフィートボンドでいきます。22口径ロングライフルっていう弾は、まあこれはね、日本も含め世界中のね、小口径ライフルの競技でね、使われてる弾になりますし、まあ、海外だとね、エアライフルみたいな感じで、ウサギとかね、鳥のハンティングに使われてたりとか、まあ、あと単純にね、弾も銃も安いので、射撃の練習とか、まあ、お遊び感覚でも使われてるやつだし、まあ大体反動的にもね、22口径ロングライフルって言えば、まあ大体反動的にガス風呂とね、ほとんど変わらないんじゃないかなというふうに思います。自分も22口径ロングライフルの銃撃ったことあるんですが、だいぶ昔すぎてあんまりね、なんかね、どうだったっけみたいな。まあそんな感じですが、ほとんど反動っていうか、まああんまそんな感じはしません。まあでもガス風呂ってね、反動があるわけじゃなくて振動してるだけなので、まあその、なんていうのかな、根本が違うっちゃ、まあ根本違うんですが、まあ大体そんなもんみたいな、まあそういうふうに思っていただければいいかなというふうに思います。で、次、まあそんなね、22口径ロングライフルもあるんですが、次はですね、9ミリルガーの 4.0 ポイントですね、4.0 フィートポンド。いやーね、いきなりね、増えたなっていう、まあそんな感じで、まあこの9ミリルガーはね、9×19 ってことになりますが、まあ日本も含めね、まあ世界中の
軍用の拳銃というか、まあ、警察とかでもよく使われてる 9mm で、もう 4.0 なので、ね、22口径ロングライフルのね、まあ、フィートポンドで言うと、まあ、5倍というね、まあ、めちゃくちゃ反動が、めちゃくちゃ反動があるわけじゃないけど、全然ね、まあ、ぼちぼちな迫力かなっていうね、そんな感じですね。ちなみにですが、もうね、日本のおまわりさんが持ってる38スペシャルとかも、まあ、大体ここら辺、3. 何歩とか、まあ、4. 何歩とか、まあ、そこら辺なので、まあ、9ミリルガーとあんま変わんないっていう、まあ、そんな感じになります。で、ちなみにですが、ダーティーハリーでね、おなじみのね、44マグナムだと、このね、フィートポンド 14.7 ポイントになってくるので、まあ、9ミリルガーのね、3倍以上の反動エネルギーになるよという、まあ、そんな感じでね、めちゃくちゃエネルギーあるやんっていう、まあ、そんな感じなので、まあ、結構なんていうのかな、まあ、ハンドガンの弾、まあ、22口径ロングライフルの弾はね、ハンドガンと弾っていうか微妙だけど、まあ、結構、幅があるよ。まあ、そんな感じです。で、まあ、ハンドガンのね、エネルギーはそんなもんでいいとして、次、ライフルですね。ライフルのデータで見てみると、ちょっとね、データの都合でね、223レミントンになっちゃいます。223レミントンっていうのは、まあ、要は、ちょっと違うんだけど、まあ、ほぼほぼ軍用の 5.56、まあ、M16 とかね、日本の89式とかのね、弾ですね。ほぼほぼ 5.56 っていう感じです。で、この弾で、223レミントンで 3.7 フィートポンドで、まあ、9mm が 4.0 なので、あんまり変わらないですよね。あんまり変わらないですし、ライフルって、ハンドガンと違ってしっかりこうね両手で構えて肩に構えられるので、まあ陸自でね89式撃ってた人に話聞いたら、まああーっていう感じでね、まああんまガスプロと変わらないっすよみたいな、まあそんな感じで言われたこともあるので、まあそうだね、軍用っていうかライフルで撃つんだったら、まあ 3.7 でもそんなに大きな反動でもない、まあそんな感じかなというふうに思うんですが、次見ていく308ウィンチスターは結構でかいよって話なんですけど、まあ308ウィンチスターは要はですね、まあ M14 とか、まあ、G3 ファル、まあここら辺の 7.62×51 と、まあほぼほぼ同じ弾です。で、これはですね、結構かなりね、そのロード、まあ、どういうね、なんていうかな、308ウィンチェスターとかはボルトアクションとかで撃つことも多いので、そのなんていうかな、弾にどれぐらい火薬を入れてどういう弾を撃つかとかね、まあそういうのによって、まあ結構差が出るらしいんですが、まあポイントにすると、まあ 13.4 から 17.9 なので、ね、っていうね、223レミントン 3.7 だったぞっていうね、まあそんな感じで、223レミントンの3、4倍ね、まあ反動エネルギーがあるので、まあそりゃフルオートで撃つのは大変だわなっていう、まあそういう感じもしますね。なんていうのかな、要は M14 とかもね、まあフルオートで撃てないからもうフルオートの、ね、セレクターなくていいだろうみたいになったこともありますが、まあイギリスのファルとかもそうですが、まあそうだよねっていう、 5.56 に比べてこんなにリコイルあるからねっていう、まあそんな感じになってます。で、あとはですね、ショットガンなんですが、ショットガンがですね、まあ一番数値の幅が出るというややこしい感じで、しかもね、データを見てみてもね、日本で流通してる弾があんまなくて、12番のね、古い装弾、古い 32g 装弾で、まあ 18.2 から20フィートポンドっていうことなので、まあ 32g 装弾だとね 7.62mm を少し超えるリコイルになるっていう、まあそんな感じになりますし、あと重いマグラム装弾っていうのがねあるんですが、ショットガンの世界にはマグラム装弾で 49g とかあるんですが、それはね、まあそれぐらいあると 55.4 とかね、ちょっと意味不明だなみたいなね、もう 7.62×51 の何倍だ、 3、4倍ぐらいかねみたいな、3倍 ?2 倍みたいな、まあそんな感じなので意味不明なレベルにはなってしまうという、まあそんな感じなんですが、まあそのショットガンね、今こうやって話してるとなんかすげえ反動ある、ライフルより反動あんじゃんみたいなね、まあそんな感じでちょっとビビりますが、でもね、安心してほしい、まあそういう話で、まあ日本で今クレー射撃用に一番流通している弾は 24g なので、まあそこまでね、意味不明なリコイルはないので、 24g のデータが載ってないから自分で計算しなきゃいけなくてめんどくさいからしてないんだけど、まあ何はともあれ 24g の相談はそこまでね、意味不明なリコイルはないので、まあちょっとね、まあ物足りないほど地味な反動でもないし、不愉快なほどの反動でもないので、まあぜひですね、安心してね、皆さんも機会があればね、クレー射撃に挑戦してみていただければななんていうことを思います。はい、というわけでね、今回反動の話いかがだったでしょうか。まあ大体、まあどれぐらいって言われて、まあ計算してみたかったら、あれですね、 22LR が、まあ、ガス風呂と同じぐらい、まあ、それに比べて、まあ、じゃあ何倍かみたいな、まあ、そんな感じでね、まあ、計算してみれば、まあ、なんとなくで、まあ、それでいいのかって言われれば別にそれでいいとは言わないですけど、まあ、なんとなく、まあ、そんな感じっていう風にはなるんじゃないかなという風に思います。はい、というわけでね、今回この動画ね、ふーんっていう風に思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。